はい、こんばんは、ジュンです。こんばんは。なんでこんなに人数が多いかというと、はい、今日はコラボ動画ということで、コラボ動画です、はい、ありがとうございます。いろいろ撮りました。やっほい。どこのチャンネルのとのコラボかというと、はい、まずはじゃあこちらから。はい、はい、私テニパンドゥっていうテニス YouTube をやってて、オカマテニス YouTuber として、大会運営とかしながら、やってます。とりあえずオカマテニス YouTuber のオカマサエです。よろしくお願いします。お願いします。でこちら、はい、の白黒 TV のゆうきです。まあ、うちはテニス YouTube ではないんですけれども、まあ、始まりはね、ちょっと不動産系の話から始まってる YouTube なんで、お金絡みの話ばっかりしたの最初は。テニスじゃなかったんですか？全然違います。僕らが違うんですか？はい、僕の相方の年収を公開するところから始まってるんだよ、うちのチャンネル。そうなんだ。そんなにテニスかと思ってた。その辺の動画の方がバズってたよね。そうなんです、そっちの方がすごい人気で、やっぱね、あんだけ稼いでる人もいないので、まあ、僕もちょっと今そのぐらいに今上がってきてるので、またちょっと出せるようにしますけど、今は、まあ、一つの、まあ、エンターテインメントとしてテニスをまあ、やらせてもらっているって感じなので、まあ、ちょっといろんな動画があるので、なるほど、ぜひ見ていただければ、はい、よろしくお願いします。勉強不足ですいません。いいえ、全く、はい、全然大丈夫です。そして今日もゲストでお一人、お願いします。一般社団法人の障害者立位テニス協会の選手代表としておさせていただきます、浦山と言います。よろしくお願いします。ね、この部門で日本2位ということで。そうなんです、一応そうです。尊敬しますね。そうなんです、本当に調べてもらえる。このメンタルがすごいと思う。周りの方のおかげです。素晴らしい。それだけです。でも来ていただいて皆さんありがとうございます。ありがとうございます。何をやるんですか？ということで、私がこのかなり本数を持ってるんで、人数分のラケットも。はいはいはい。で、これ普段私はスクールってプリンスさんにお世話になって、はいはい、まあ、毎回そのシダラケットを送ってもらう。はい。今回面白いラケットが。面白い。そう、面白いのが一般的にうんって思われるものをちょっと、はい、ちょっと1本ずつちょっとお渡しします。これは全部同じではない。実はこれちょっとね、違うんですけども、ね、こっち、はい、何気持ちが早い、ね、僕よくこのシャフトの部分見てもらうと、すごいねじれてる。え、ねじれてる。ねじれが近くに見ます。これねじれてて、これ実はプリンスさんが去年、はい、日本の企画として出したねじれてる、これはツイストパワーテクノロジーっていう X シリーズで、なんでねじれてるかと、これ実は右利きと左利き用でラケット分かれてる。で、皆さん持ってるのは右利き用です。おもろ。そう、で、なんで右利き用かっていうと、フォアハンドって自由が振り幅が大きいじゃないですか。だからこう攻撃的な。で、バックっていうのは振り幅が制限されるので、あと近づいたらパワーロスしちゃう。皆さんは正直フォアとバックどっちが得意ですかって言われた時に、大体ですフォア。フォア。やっぱフォアの方が一般使うことが多いし。ですよね。基本的にやっぱりフォアっていうのは武器なんです。だからその方をフレーム見てもらってねじれて、フォアハンド側で打点で打つと、フレームが上にかぶってるの分かりますか？ねえ、分かる。上なんですよ、フレームが。ってことは、攻撃性のあるフォアが打ちたいってことは、普通に楽しみなんだけど、安定してる。で、これだけで、バック側ね、バック側がフレームはこっち上に開いて、はいはい。ってことは、フレームがこっちに開きやすい。だ、人によってはちょっと飛びすぎるかもしれないけれども、バックのアシストが強いので、ちょっとバックにパワーが欲しいって人はこっちの振り幅小さい方がパワー入る。で、面白いフォアとバックで打感が違うんですよ。これ本当に今一回も試してないからなんですけど、もう楽しみ。本当にかっこいいですよね。そっから、実はちょっと去年のラケットと比べてかなり全部光沢です。なんか宇宙感ありますよね。宇宙感。実は角度によってはネイビーだったりパープル。そう、あ、ちょうどリボンといい感じ。そうそう、なので見てちょっと見て打ってってみましょう。はい、分かんないけど打っていただきたいと思うんで、今日ぜひちょっとよろしくお願いします。はい、お願いします。楽に飛んでくれる。なんかフォアは、まあ、私のいつものより回転が勝手にかかってくる、うん。楽、めっちゃ楽。うわ、なんかね、伸びる。バック当たってる感じすごいですね、フォアより。なんかきっちり収まりますね。回転もめっちゃかかるし、気持
ちいっすね、このラケット。マックがさ、打てる。やばい、マックが本当にさ、私あんなに打てないんだから、日頃。あ、ちょっとごめんなさい、下りました。今のラケットのせいじゃない。いや、打ちやすい。なんかミス、しにくい。なんか適当に打っても飛んでってくれる感じになってて、今本気で上に行くと思うんですけど、弾かれる。悔しい。ちゃんと抑えてくれる。でもこんなに打てると思ってないで今打ってますけど、フォアもバックも球がちゃんと飛んでってくれる。あと当たってる感じがすごいするから打ってて気持ちいい。ちょっと差し込まれた時もいいです。持ってってくれる感じが。僕もバックハンド飛ばないで有名なんですよ。まあ、相手からすると飛んでこない。バックが打ったりします。思ったより回転がすごいちゃんとかかるから、うん、打ちやすいっす。ああいうところは打ちやすいっす。感じ、うん、100に感じないっすね、なんか、うん、僕の使ってるラケットあんま変わんない気がするっすね。体がびっくりしてます。打ちやすいっていうのがはっきりしてるから、うん、バックとフォア掴みが、だからサイドミスっていうの少なくなりそうっすよね。メンズだけ整えればもうサイド、ストレート、ワイドっていうのは行きやすいと思うから。なんか一生懸命力入れて押そうとしちゃってるんですけど、普段は勝手にボールが飛んでくから、自分はなんか振り抜いてるだけっていう感じで余裕が出てくるから、多分プレー中に他のこと考えられそう。いい、今どうしようって思ってる。自分こんなにお世辞で何か褒めたりしないんで、ビジュアルとかバック本当に球が失速することが多いんですけど、ラケットのおかげがなんかスーって飛んでってくれるんで、あとなんか何も考えてないのにラケットが自然とここまで振り抜けてるから、多分振り抜きもいいんじゃないですかね。知らないけど振り抜いてるんですよ。止めちゃうこと多いんですけど、私はなんか気づいたらあれみたいに振り抜いてるんで。あ、じゃあアシスト感じますちゃんと。そうです、フォアももちろんいいけど、バック超飛んでくんで、すごいです。ラケットのおかげでボールが飛んでってるのがもう分かっちゃいます。Your love, your love, your love, your love. Babe, it's not a big deal. You're not special, babe.